皆さんおはようございます。今日は12月の6日の月曜日ですね。今日は、エジソンが蓄音機を発明した日なんだそうです。朝アレクサが教えてくれました。今日はですね、塩豚を作っていきたいんですが、大阪から村上さんから未生ゆず、これ18年種から育ててやっとこういう形になる、毎年送っていただいてるんですが、すっごくいい香りです。毎年っていうか今年2年3年目ですかね。で、玉ねぎとハーブが入ってるお塩と、あと普通の塩と粗挽き胡椒で、これは生姜の砂糖漬けです。で、今日はブロックのもも肉を使っていきます。で、ちょっと先に肉を炒めていきます。で、柚子は本当どこも捨てるところなくみんな使えるので、すごく本当にいい匂いです。香りがお届けできないのが残念です。表面を焼いていきます。あら、で、この皮はですね、後から使うので、千切りにしていきます。ひゅっ、はい。で、柚子はこんな風に切っていきます。はい、どうでしょう。いい感じですね。はい、 OK です。で、表面だけこんな形で、炊飯器を使っていきます。炊飯器に玉ねぎ、ネギとか何でもいいです。ネギの青いところとかね、生姜入れます。で、お水かぶるぐらいかな、500でない、1リットル入ります。で、ここに豚肉を入れます。で、柚子をこのまま、はい、とってもいい匂いです。このままドボンドボンと入れて、くぐるぐらいなので、もうちょっとあれですかね、切った方がいいかな。ちょっとでもな、ブロックいいか。で、ハーブ塩ですね、小さじ1と、あと小さじ2分の1を入れて、で、ここであんまりしょっぱくすると味を直せなくなるので、薄めで、はい、こんな感じ、くぐるぐらいにしてください。こんな感じですね。はい、これを普通に炊飯していきます。で、炊飯が終わったら2時間保温します。で、柔らかくなっていきますので、では一旦こちらで2時間をお会いいたしましょう。失礼します。一旦切ります。では皆さん、
保温2時間終わりましたので、おお、いい感じですね。とってもいい匂いです。こんな感じです。はい、でこちらをですね、すごい柔らかい、とっても柔らかいです。盛り付けをしていきます。今日はもも肉でしてますので、こんな感じですけど、バラ肉だったらね、また違う感じですが、すごく柚子のいい匂いがいたします。こんな感じです、はい、今日の一品は塩豚の柚子風味です。こんな感じですね、はい、先ほどクリニックの外来の栄養指導をしてまいりまして、今戻ったところなんですけれども、昨日はですね、12月5日坂田の吹奏楽団の、演奏会だったんですが、久々に、寄らせてもらいました。コロナでなかなか演奏会もできないような状況だったんですが、今年50周年ということで、すごく歴史の深い楽団で、とても昨日はクリスマスソングであるとか、楽しい音楽をいっぱい聴かせていただき、エネルギーが満タンになりました。では、また12月7日ですね、明日お目にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら。